先はっと。私の夢は一人前の錬金術師を育てることなの。へえ、錬金術師を育てるですか。お、それでトトリさんと。そうそう、錬金術を広める活動をしてるってわけ。まあ、もともと私錬金術のおかげで生きてるようなものだからね。錬金術をどんどん広めていこうって思ったの。錬金術のおかげで生きてる？ここり、それって。ああ、私って
東の大陸出身なのよ。え、そうだったんですか。そうそう、私の故郷にはね、近くに住む悪魔に生贄を捧げる文化があって。生贄。ええ、だからある意味で達観してた。私はここで生まれて死んでいくんだろうなって。でもその生活を変えてくれたのがね、他でもないトトリお姉ちゃんなの。え、トトリさんが。そうそう、お姉ちゃんが悪魔を倒してくれて、私もこうしてこっちに遊びに来るようになった。錬金術が私の世界を広げてくれたんだ。だから私も錬金術を教えて、いろんな人の世界を広げてあげたいの。ピアニャ師匠、すごい素敵な夢だと思います。ありがとう、そう言ってもらえると嬉しいわ。はい師匠、私の世界もっともっと広げてもらっていいですからね。もっといろんなことを知りたいですから、これからもたくさん錬金術を教えてくださいね。そうね、任せておきなさい。まあもう少しの間だけだけどね。お、先はっと。目的地はどこだ。ま、どこでも同じだが。ねえチムドラゴン、一段落ついたことだし、そろそろルルアちゃんにあれを。ああ、あれですね、受けたまわりました。あ、あれって何ですか。あら、ルルアちゃん。ふふん、あれってのは錬金術師が泣いて喜ぶ量販よ。そろそろルルアちゃんにも味わってもらおうと思って。量販？はい、僕から説明させてもらいます。量販というのは、というわけです。僕が道具を複製し優勝で販売させていただきます。なるほど、それは便利すぎる。でもそんなことができるなら、どうしてもっと早く言ってくれなかったんですか。まあそれはあれよ、師匠として弟子に楽をさせるわけには。マスターから大量に道具の複製を依頼されていたからです。ようやく仕事に一段落つきましたので。師匠。私知らない。ま、とにかく量販はすっごく便利だから、どんどん使っていろんな道具を作っちゃってね。はい、じゃあドラゴンさん、よろしくお願いしますね。はい、承知しました。無理のない範囲で頑張ります。よいしょ。